私の名前は田中英子です。漆を使って伝統的な技法を使いながら自分の表現を探している、まあアーティストみたいなことをやっています。よろしくお願いします。何にも言わない、6月の空は僕の好きな水色です。だからやっぱりその木とどう対話した上で私が何を表現するかっていうものをすごく大事にしているので、それは一点ものですよね。一つ一つ全部表情が違うし思いも違うし、そういうものを大事にするっていうことを自分の中には本当に心がけてますね。だけどこっちの山中っていう場所に来て木の加工ビーズをした時に、初めてその木の持っているその様々な模様の美しさとか表現の幅がたくさんあるとか、その個性みたいなものを知った時にもう完全に魅了されてしまいましたね。その特に私が使う木っていうのは、そういう個性がユニークなものを自分で選ぶようにしているのは、まあ、木のことも大事なんですけど、あと人間もそうだと思っていて、やっぱり人間の個性とどう話をしたいかとか、どうコミュニケーションを取りたいかっていうところに多分つながっていくんだと思います。だから誰でも一緒っていうものではなくて、その人とどう向き合うかっていうところは木ではなくて人とかその国とかいろんな人と知り合う上ですごく大事になってくる要素で、それに代表されるのが今木なのかもしれないですね。その中で、まあ、うちの母親が結局そういう私を見てたと思うんですけど、私が何かになるのではなくて、あなたしかできないものは何か探しなさいというか、そういうことをこう勧めてくれたんですね。その時にやっぱり職人の技術っていうものはものすごい表現で大事なことで、それがなければこの繊細さは表現できなかったと思うし、だからアクシデントというよりはもう一つずつちょっとずつその個性をどう積み上げていく中でできていったものが今あるのかなと思っています。それを経験値から学んだことなんですけど、最初私は大学生の時はそのスケッチを描いていました。でスケッチを職人さんに頼んでそのものを作ってもらうっていうのが一般的な流れだったんですけど、どうしても2面 2D から 3D になる時にすごくギャップを感じるんですね。このイメージのものが全く違うものに見えてしまったり、まあ、角度だったり、でそこで気づいたのが、やっぱり大学でできるものってのはとても入り口でしかなくて、少し触っただけでもっと奥がたくさん深いものをし逆にできなかったっていうのがあったので、それのジレンマで石川県に来たんですね。なんで石川県かというと、石川県っていうのはもともとそういう職人とか文化がものすごく深くある場所で、学ぶそういう誰かに行ってその深いものを学びたいって言った時に受け入れてくれる場所があったっていうのはあると思います。山中塗の一つ の特徴としては、そのさっき言った私が見せた日本式のウッドターニングですね、あの技術が最高峰にレベルが高いっていうことがあったので、その 木を美しく削る技術があったので、木目をやっぱり表現できるような技術っていうところに移行して いきましたね。だからやっぱり木の木目も綺麗だし、その間違いなく洗練されたその加工技術っていうものを両方合わさったものが特徴となっていると思います。例えば輪島とかはそれじゃなくてペインティングとか絵を描いたりする方が特徴の漆器だって考えると、それ対照的な漆器ではあると思います。そういうことがあったので、それ以降はもう自分で作れるようになってからはもうスケッチは描いてないです。もう頭のイメージを目の前で表現していくことを重視しています。
そういう意味では私は自分のやり方は自分に適していると思っているし、表現することも個性的であって別に問題はないと思います。それゆえに逆に今そのギャップが生まれてきてしまって、日常では必要がないものを作る必要があったりとか、求められてなかったのにこうしなきゃいけないとかで、職人さん側も何を作るべきかで迷うことがあると思うんですよ。で、実際そういうやりたい後継者も少なくなっているというのは多分そういう理由もあると思うし、でもそういうところで私みたいなちょっと変わった人がいることによって見方が少し変わるかもしれないし、これゆえになんか広がることもあるかもしれないし、それは全ての人には伝わらないかもしれないけども、私がやっていた上ではそういうこともある、発展性という意味ではあるべきだと思っているので、まあ今は分からなくても分かる時が来てくれたらいいなとは思ってます繊細なものなんですけども、ゆえに狭いんですよね。深くて狭いのが日本だと思います。ただしそれを持ってヨーロッパに行くと、ヨーロッパの自由で広がりがあって個性的で、すごく表現を大事にしている、だけど、まあ、ないものをお互いに持ってる感覚ですよね。彼らが私たちを見てとても繊細だとか細かい表現ができるって思うのと一緒に、私は彼らのダイナミックな表現だったり規模感だったり自由なものを見た時に、じゃあ逆に私が何ができるんだろうって考えるし